はいどうも、こんにちは、ザワと申します。甘い色アイルノーツ、この花ちゃんルートを続きやっていきましょう。ということで、いやー、前回はね、ちょっとみどりさんが、たくさん出てくれて、ほんと嬉しかったです。はい。まあそんな感じだったんですが、そのみどりさんがね、まあアドバイスしてくれたことによって、まあこの今ね、こんな感じで、まあこの花ちゃんの、まあチョーカーがついてたりとかね、そうそうそう、まあいろいろと、可愛らしく、イメチェンというかね、うん。なんか、おしゃれしてるわけなんですが。はい。そんなこのかちゃんがね、ちょっとこの、いろいろと気に入ってくれたんだろうね。今もちょっとちゃんと来てくれてるっていうね。はい。状態で、まあ、どういう心境の変化があったのか、まあ、見ていきましょうか。みんなが選んでくれた服。先生がプレゼントしてくれたアクセサリー。うん。すごく嬉しい。これは、嬉しい気持ち、それはちゃんと分かってる。なんだろう、なんかアンドロイドの話みたいな感じだね。感情がないアンドロイドみたいな、なんかねニーヤとかよくありますけど、うん、なんかそういうのを見てる気分ですね、こっちは。まあ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 でもね、まあ記憶はなくしてたとしてもね、まあそういう気持ちはちゃんと分かってるというかね、もともと知ってた気持ち。きっと以前にも感じたことのあるはずの気持ち。でも、とっても新鮮で、びっくりしてる。今も、服とアクセサリーを見てるだけで、ワクワクする。心が弾むっていうのはきっとこういうこと。なんだかすごく、楽しい。今日はすぐには寝つけないかもしれない。ああ、でもよかったね。これは。そんな気がした。なあ、トールくん、これ聞いたら嬉しそうだよね。お引っ張ってる。どうしたんだろう。面白いね、なんかね。SD が。いい匂いなのです。おお今回もまた、あれかな、お茶を入れたのかな。もうすぐ茶葉も開くから。いつものように朝の紅茶を飲むために、今日も僕が紅茶の準備を進める。結局、契約を更新していただけないまま、終わりを迎えてしまいました。じゃないよ。ゆねちゃん、もうめちゃくちゃ固執してるけどね、そこに。じゃないよ、ゆねちゃん。約束だからね。これからはわざわざ僕を起こしに来ないでいいからね。非常に無念です。無念と来るか。でも、紅茶を飲みに来るのなら歓迎だよ。そうして僕はポットの紅茶をカップに注いでいく。僕の分、愛梨ちゃんの分、天桐さんの分と3人分注いだものの、ポットにはまだ残っている。そういえば、木の宮さんは？今朝もまだ見ていませんね。おう。寝てるです。一応声をかけておくか。つながりは大事だし。おう。あ、行くの。木の宮さん、起きてる？木の宮さんってば。ノックしながら部屋の中に向かって呼びかける。しかし反応は全くない。大丈夫かな。木の宮さん、まだ寝てるの？そろそろ起きないと遅刻しちゃうよ。さっきよりも大きな声を出してみるが、やはり変化なし。まだ寝ているんだとしたら、起こさないとまずい。そうだね。じゃあちょっと、女の子たち呼ばないと。危ないから。ねえ、ちょっとここで入っちゃうとダメですよ。またフラグ回収になっちゃうからね。まずいけど、僕が部屋の中に入るのはよりまずい。また下着を取って、とか言われそうだしな。仕方ない。もう少し寝かせてあげて、それでも起きてなければ、愛梨ちゃんたちにお願いしよう。不用意に部屋の中には入らず、僕はそのまま退散した。お、成長したな。コノカちゃん、部屋の中にはいないと思うのです。ほう。なぜ？え？紅茶を飲んだ後、日の宮さんの部屋から戻ってきた愛梨ちゃんは、そんな報告をしてきた。部屋にいないって。でも天桐さんは姿を見ていないんだよね。はい、今日はまだ見ていません。
少なくとも先生の部屋には訪れていないはずです。おう、となると先に下に降りてるのかな。そんなことは初めてだけど、もし本当に部屋にいないならそういうことになる。いやー、ちょっとどうしちゃったんだろうね。一体どうしたんだろう。疑問を抱きつつ僕らは1階に降りることにした。グッドモーニン。グッドモーニン。あ、起きてる。なんかすごい珍しいね。おはよう、日の宮さん。おはようなのです、コノカちゃん。おはようございます。やっぱり先に降りてたんですね。今日はどうかしたですね。私も気づきませんでしたから、かなり早起きをされたんですよね。ちょっとやぼよと、コノカは答える。なんだなんだその意味深なその表現の仕方は。やぼよ、本当に珍しいね。掃除の時を思い出せばわかるように、二宮さんは結構めんどくさがりだ。遅刻することはないけれど、結構ギリギリまで寝ていることも多々ある。というか二宮さんが早起きするなんて初めてじゃないかな。そうなの、初めてなの。イエス、この子もそう思う。マジで？そんな早起きをしてまでの野暮用って一体何をしていたんだい。先生にこれをあげる。あげる？なんだろう。ん？これって突き出されているのは手頃な四角い箱。箱？これって弁当箱。イエス。お、なんか粋な計らいと言いますが。それはつまり、お兄ちゃんのためにお弁当を作ったということです。突然どうしちゃったの。突然どうしちゃったの、このかちゃん。イエス。マジで？まあ嬉しいけどね。僕にお弁当？そりゃまた一体どうして。まさか、このかさんも奉仕の心に目覚めたと言われるのですか。ここに来てご奉仕ライバル出現ですか。そんなこと思ってるのはあなただけだと思います。ノーノー、それは違う。このお弁当は俺。あ、俺か。俺？この子はこの島に来てからずっと先生のお世話になってる。この前の休みは特にお世話になった。おう、この前のお休みというとお菓子のことです？内緒。内緒？内緒、あーね、あのチョーカーのやつな。お菓子のこともあるけど、アクセサリーの方が重要なんだろうな、きっと。だから、これ言葉だけじゃなく、形でもしておきたいと思ったと、この子は素直に伝える。それでお弁当か。そこで、お礼としてお弁当を作ったということですか。イエス。ということで先生、食べて。差し出された弁当箱、まあ食べるしかないね。嬉しいよな、二宮さんのお礼か。あと、どんなお弁当作るんだろう。なんかさ、ね、あのヒロインズたちは、まあゆねちゃん以外はね、まあとりあえず弁当は作ってくれたね、回ありましたよね。あのなんか宿直の時にさ、持ってきてくれてね、あのゆねちゃんのくだりね、そのゆねちゃんが出てくるくだりね。うん、そうそうそう。まあそこで、まあお弁当はみんなのは見たけど、なんかこのかちゃんのお弁当もちょっと気になるね。どんなやつなんだろう。うん、ありがとう、日の宮さん。お礼ということなら無限に断るのはかわいそうだ。それにちょっと前までは天桐さんの手作り弁当を食べていたことは日の宮さんだって知ってる。そうだね。そうそうそう。となると、ここで断ったらひどく傷つけてしまう。お昼に食べさせてもらうよ。イエス、どうぞ。僕がお弁当を受け取ると、日の宮さんは微笑みを浮かべた。あ、嬉しそう。なんかこっちまで幸せな気分になる。ん？先生、どうかした？このかの顔を見つめて。何かついてる？あ、いやいや、そんなことはないよ。ちょっとぼーっとしてただけ。僕の態度に首をかしげる日の宮さんはいつも通りだ。
でも最近、以前に比べて日の宮さんが笑うことが増えた気がする。確かにね。そう、この前の、ね、その外でみんなでお菓子も買い食いしてたところでもね、なんかいい感じだったしね。うん、気分良さそうだったしね。もしそれが僕が願っていたように今を大切にしてくれていることなら、とても嬉しいことだ。もっと日の宮さんの笑顔が増えるように、今後も頑張っていこう。いい心構え。で、四つを合わせて、大根水増しっていう語呂合わせがあったりするんだよ。じゃあ、今日の授業はここまでにしておこうか。ありがとうございました。ありがとうございました。授業が終わり、僕は教科書を閉じて、職員室に戻る。でも、その前に教室の様子を伺ってみると、このかちゃん、一緒にお昼はどう？おう早速、みんなで、みんなで一緒に食べましょう。どうした？うん、心配する必要はなさそうだ。あー、なんかちょっと微笑ましく見守ってたのな。天桐さんもいることだし、またうまくやってくれるだろう。僕は安心して職員室に戻ることにした。あ、そうだね。これからお弁当をね、食べなきゃいけないですから。めっちゃ噛むな。すいませんね、なんか。なんでさ、まあいいや。しゃあないな、もう。食堂に行こうよ。ごめんなさい。ちょっと用事がある。では、昼食はどうされるんですか？もちろん、ちゃんと食べる。ご飯は大事。と。この子は強く訴える。おお、なんかどっか行くのかな。でも一緒に行かないの？先に確認しておきたいことがあるから。確認しておきたいこと？確認しておきたいこととは一体？内緒。お弁当のことかな？わかんないけど。はあ、お腹空いた。お疲れさん。お疲れ様です、小倉先生。俺は今から食堂に行くつもりだが、先の森君はどうする？すみません、僕は弁当ですから。おお、そういえばそうだったな。いつも美味しそうな弁当を食べてたな。もうゆねちゃんがな、うまいんだうまいんだもんな。今日は食堂のつもりだったんですけどね。僕はお弁当箱を取り出し、机の上で広げる。さてと、それじゃあいただきますと、いつものようにお弁当箱の蓋を開けると、これは、どうした？どうした？嘘でしょ？ちょっと、色がおかしいな。どういうことかな、これは。これはポイズンクッキングかな、これ。なんかね、なんかよくアニメとかで見るんですよね、こういう絵面。ね。結構見ますけどね。なんかその、立ち上ってる湯気までなんかその変な色になってるね。紫っぽいのか何なのかみたいな。カオスになってますけど。そこにはいつもとは違うおかずたち。いつもとは違うっていうかもう、原型ねえじゃん、もうこれ。いや、おかずの雰囲気が違うのは別に問題ない。問題はそれらのおかずが全て黒いことだ。ちなみに全部海苔料理とかイカスミとかそういうことはない。ほんとびっくりするぐらいダークマターなのだ。未現物質ですか。ダークマター。でも今回暗黒物質だな。うん、未現物質の方はちょっととあるの方なんですけどね。なんだこりゃ。真っ黒じゃねえか。もしかして軽い嫌がらせか。うん。ちょっと嫌がらせレベルかもしれないね、これは。いや、嫌がらせってことはないと思います。まあ精一杯作ってこれだったんだろうな。で、ここからドアが見えるってことは、このかちゃんがちょっとチラッとこう見てくるんでしょうかね、これ。この後の展開、これなかなか食わないといけない感じになってくるぞ。俺だって言ってたし。じゃあ失敗したのか。この前まではちゃんとうまそうな弁当だったのに。やめろ。というか先の森君、こんなの食べたら体を壊すんじゃないか。まあそれはちょっと否めないな。いや、さすがに体を壊すことはないと思うんですが。そうか、発がんしそうだぞ。まあでもな、確かにこんなカオスなものを見てたらちょっと発がんしそうだな。怖いこと言わないでくださいよ。とはいえ
確かに食べるにはちょっとした勇気がいるな、これ。かといって、お礼の品に口をつけないのはどうなんだろうってか、どうなったらこういう色になるの？マジで。なんか醤油とかさ、ねえ、なんかいろんなものを、ねえ、まあぐちゃぐちゃにしたとしてもさ、なんかミキサーとかでぐちゃぐちゃにしない限りこんな色にならないよね。なんなんだろうね、これね。仮にこれが失敗作だったとして、しても、二宮さんが僕のために努力してくれた事実は変わらない。まあな、あのゾロみたいな感じで食わなきゃいけないな。うまかったっつって。ならせめて、一口ぐらいはちゃんと食べきる、食べるべきなのでは？さすがにこれは厳しいだろう。弁当はやめて、一緒に食堂に行こう。あのさ、タイミング悪いんだよね。厳しいだろうっつって。だろうのところでもうチラッと来ちゃったよね。どうすればいいんだよ、これ。あ。え？まずいな。まずいな。これは食わないといけなくなった、これはもう。もうやっぱりな。やっぱり来ましたね。職員室の扉から、こちらの様子を伺っている日の宮さん。気づいたか？まるで昼ドラのようだな、あの光景。そうだな。なんか、こちらを心配そうに見てる子がいる。もしかして、ああ、小倉先生覚悟を決めなければいけないようですよ。実は今日のお弁当は彼女が今までのお礼だそうです。この島に現れてからいろいろと僕が手続きをしたりしたので。そうかだったら食べなきゃいかんね完食できるかどうかは別として。そうだよね。そうですね。まあまあ、ちょっと食べるところだけ見せてね。ちょっとどっかに、まあ、捨てることになるかもしれないですね。はい。ですね。やばい。めっちゃ見てる。もともと一口は食べるつもりだったから、それは構わない。よし。もう覚悟を決めてな。僕は自分に気合を入れ直して目の前のお弁当と対峙する。小倉先生、申し訳ありませんが、もしもの場合は。なあ、フォローは任せておけ。頼みましたよ。ありがとうございます。それでは。無理だけはするなよ。無理だけはするんじゃないぞ。先の森。そういうわけにはいきません。せっかくの教え子の気持ちなんですから。そうですね。教え子の気持ちなんですからね、その目もね。僕は食欲とは違う。緊張から唾、ちょっと唾液を飲み込んだ。いただきます。真っ赤なおかずの一つを箸でつまんだ。そして勢いをつけて口の中に。いやー、もうつぶらな。そんな純粋な目で見られてしまうと。どうした先の森くん。お茶でも入れてきた方がいいか？あの小倉先生の声のトーンが、面白いんだけど。いえ、その必要はありません。というか、美味しいです、これ。ものすごく美味しいです。なんだと？やめろやめろ、小倉。よかったと、この子は胸を投げ下ろす。演技じゃねえか、これ。まさか先の森くん、気持ちはわかるが甘やかしているだけでは人は成長しないぞ。ダメなところはダメとちゃんと言わないとそうですね。そうですけどね。はい。いえ、本当に美味しいんですよ。その見た目からは想像できないほど豊かな味わいが口の中に広がって、これはすごい嘘でしょマジで。あ、逆に美味しいパターンか。すごく美味しいのだが、自分が今何を食べたのかがよくわからないのが非常に残念なところだ。まあ、これ何の材料を使ってこうなったのかがわかんないからな。小倉先生も一口食べてみてください。いや、俺は年齢も年齢だから、プリン体とか気にしてるし。なんでプリン体の話になったんですか。なんでこれがプリン体が入ってるとわかったんですか。被害者を増やそうとしているわけじゃありませんってば。一口食べてみればわかりますから。
そうか。じゃ、一口だけ。いや、そう。いや、そう、小倉先生。指で真っ赤なおかずをつまみ、恐る恐る口の中に運ぶ小倉先生。そして。確かにこれはうまい。大したもんだ。マジか。そうでしょ。嘘じゃなかったでしょ。これ後々腹下すパターン、これ。まさか。おお。見た目はともかく、よ、大したもんだ。見た目はともかくね。うん、ええ、見た目はともかく、味はすごいでしょ。え？あ、やったな。これはやっちゃったな。ちょっと一言多かったな。ああ。やったな、これは。見た目ともかくはちょっといらなかったぞ。失言を聞いてしまった日の宮さんが悲しそうな表情を浮かべて、スーッと静かに扉の陰に消えていく。うわ、やったな。しまったな。意外な美味しさに思わず本音が。でも、そっか、本音だったのか。僕も失敗しました。悪いな。後で謝っておいてくれないかな。あと、味は良かったことも。あ、でも味は良かったなの。わかりました。僕も謝らないといけませんし。しかし、惜しいな。これで見た目が良ければ本当に完璧なんだが。ごめん、今ね、なんかちょっとね、そばに置いてたちょっと、機材が落ちまして。すいません。まあ、チャリーンって音聞こえなかったかな。大丈夫かな。そうですね。あと、鷺の森くん、このお弁当のおかずが何なのか。判別はついたか。つくのか。卵焼きのようにふわっとしているような気がしましたが、さりとて唐揚げのようにサクッとしていた気も。つまり俺と同じで謎なんだな。でしょうね。さりとてか、しかりしかりか、これわかんないけど、まあいいや。そういうことになります。これは本当に不思議なお弁当だな。何をどうやって作ったんだろう。味は完璧だけど、味以外が謎すぎる。そうなんだろうな。多分な。どういう作り方したらああなるんだろうな。とにかく、日の宮さんには後で謝ろう。まずはこのお弁当を完食することだ。お疲れ様でした。はい。はい。ということで、まあ、このかちゃん、ちょっとね、心苦しいような言葉を最後、ちょっと、まあ、本音だったんだろうけどね。うん、最後こう言っちゃって、ねえ、ちょっと、このかちゃん的にはこう、心が痛い感じになってしまったかもしれないんですけども、はい。まあ、ただ味は良かったんだね。まあ、こんな展開になると思わなかったけど。いやー、マジか。小倉先生もガチでさ、おい、やめとけよ、つって、やめろよ、つってさ、もう、めっちゃアプローチしてきたけど、ま、ねえ、あんな結果だったんでね、はい。まあ、この後のこのかちゃん、ちょっと、どうなっちゃうのかね、ちょっと、気になっちゃいましたけどね。はい。まあ、トールくんがしっかり謝ってくれるんでしょうけども。はい。まあ、見た目はともかくね。見た目はともかくって感じでしたね。はい。まあ、今回は、じゃあここまでにしましょうか。まあ、このかちゃんのあれは何なんだろうね。その、なんか、料理的なスキル的にはさ、なんだろう、体に染みついてたものがあったのかな。まあ、味は美味しいってね、ことだったんでね。もう、ちょっといろいろ謎が深まったなっていうね、このかちゃんについて。はい。まあ、そんな感じの回でしたけれども。まあ、このかちゃんのお礼は、ちょっとね、いい感じに受け取ることはできなかったんですがね。はい。はい。また次回ね、お楽しみに。ということで、以上です。ご視聴ありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録の方ももしよければよろしくお願いいたします。それでは、バイバイ。